ぞ、船長。メインを張れ。行くぞ。やった、やった。Some maid mark well what I do say. In Amsterdam there lives a maid, and she was mistress of her trade. I'll go no more a roving with you, fair maid. A roving, a roving, since roving's been my ruin. I'll go no more a roving with you, fair maid. I ask this maid to take a walk, mark well what I do say. I asked this maid out for a walk, that we might have some private talk. I go no more a-roving with you, fair maid. A-roving. She sailed to Spain. Oh, oh, roll and go. There was a ship came home again. Tommy's on the topsail yard. And what do you think was in her hold? Oh, oh, roll and go. There was diamonds, there was gold. Tommy's on the topsail yard. And what was in her lazarine? Oh, キャリエル以前は採石場として栄えていたらしい。これはこれは、ようこそ。いやあ、ごきげんよう、諸君。またもクック船長の素晴らしい手腕に助けられた。お目当ての男の居場所が分かった。アドウェールか。そうだ。さほど遠くない川沿いのフランス軍の要塞で最後に目撃されている。あの野郎、フランス軍の砦に何のようだ。船の修理のようだな。以前もそう。感謝する、マスタークック。あとは我々が。幸運を祈る。それでは諸君。要塞はすぐ先だ。よし、このまま進もう。何かは知りたくもないな。近づかなきゃいい。あれを避けて進もう。船が追えない狭い川を通るんだ。それに発見されないようにしてくれ。余計な注意は引きたくないからな。なぜフランス軍は内陸にあんな船を。戦争が終わりに近づいて奴らは追い詰められた。
火力を得るためなら手段を選ばないと。フック船長には悪いが、あれほど触ると危険そうなお相手にはお目にかかったことがない。あまりタイプじゃないな。メインの方は。だがフランス人には独特の魅力がある。マダム・レネットの話をしたことはあったな。伊藤の名前じゃないか。それより安全に着岸できそうな場所を知っている。このまま進め。それで計画は攻撃するのか。あの砦に真っ向から仕掛けるのは無謀だろう。ああ、相手を知っておく必要がある。俺に任せろ。船長が舵を取ってる。こうあれ。アドウェールの狙いを調べてくる。モリガン号を頼む、ギスト。了解。目を離さずにしっかり守っておく。幸運をシェイ。運は自分で掴むものだ。マスターキュ
Arrête, je veux te parler. So, Temple Chidan a lieu qu'un haut harata. Au moins, nos conjoints, il s'était. Plus vite, il ne faut pas le perdre. Je le vois.浜に乗り上げたぞ。奇抜な戦術だ。仲間を助ける気だ。いや、最後の戦いをする気だ。期待に応えよう。奴を追え、シェイ。逃げ場を塞ぐ。どこだ、テンプル騎士団支部長。
ここまで追ってくるとは随分面倒をかけたな。その通り。お前には長年悩まされてきた。お前の父とは仲間だ。今のお前を見たら恥じるに違いない。そうか、父に恥なんて感情があったんだな。父親を悪く言うな小僧。お前が奴の犯人前でも奇跡と呼んでる。奇跡でも呪いでも私は一人前だ。この老いぼれの手で墓に入れてやろう。ヘイザ、もっと若い奴もみんな失敗した。裏切り者として死ね。さあ来い。早いな小僧、だが頭は悪い。さあ来い。だが頭は悪い。上から敵の注意を引く。他の道を。小僧、だが頭は悪い。Ready to open fire. 裏切り者として死ね。許せ、アドベール。どの口が許せと言っている、小僧。裏切り者には地獄が待っている。堂々と地獄に向かおう。間違ったことはしていない。関係ない。アキレスは必要なものを手に入れた。必要なら奴を守る者を一人残らず始末する。思い通りにはさせない。今のお前は怪物だ、ウチ。そうかもな。行こう。